これほどの質量とは何ということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様。だが倒すしかない。
囚われた我々が自由を得るにはそれしかない。あなたが、あなたがあれを倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレガリア、そのためのムーンセルなのだから。ああ、お目覚めですか。よかった。どうか体を楽に。今ムーンセルとの接続を再開しています。ムーンセル中枢、聖杯とつながったカフカで、あなたのメモリーが一部破損してしまったようです。あなたのデータは破壊され、欠損している。極めて致命的な状態です。一刻も早いデータの修復処理が必要です。
まずはあなたのバリューをスキャンします。ピリッときますが抵抗はしないように。ラベル、聖杯戦争勝者。カテゴリー U、 測定拒絶権につき免除。クオリティ E-。 では本人確認ですね。あなたの名称を入力してください。よろしい、すべて問題なし、成功ですよ。ムーンセルオートマトンを得た者よ。ここの後始末は私にお任せを。あなたは一刻も早くあなたの玉座に戻るべきです。やっと目覚めたな、我がマスターよ。うなされていたようだが、夢見が悪かったのか。であるのなら、最高の目覚めがそなたを迎えよう。うむ、言うまでもないが、世の笑顔だ。これ以上の褒美がどこにあろうという話だな。奏者よ、頭が痛むのか。やはりここのところ根を詰めすぎたのではないか。世は働き者は好きだが、それで体を壊しては本末転倒というもの。世が一人で退屈になるではないか。ついでに世の向上が聞きたくなったのか。仕方あるまい。では改めて名乗りを上げよう。見目麗しき英霊は数あれど、きら星の剣、繁栄の花はただ一輪。あらゆる才を白指に乗せ咲き誇るはバラの皇帝。その剣撃はミューズの調べのごとく。初子の日は瞬きなれど、しるべとなって主の道を切り開こう。聞き惚れよ。しかして頼り惚れ直すがよい。世は至高にして至上の名器、剣の英霊、そなたのサーバントだ。やはり開幕はこうでなくてはな。もう何度目だという気がしないでもないが、そこは世とそなたの仲多めに見るがよい。
かしだ。確認するのなら世の姿と名ではなく、みした奏者。さっきからじっと世を見つめるくせに何もせず。まあこんなことなら一人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。戻ったそなたが丸一日眠りこけていたのもあそこで何かがあったせいに違いない。我が奏者よ、ムーンセル中枢で何があったのだ。覚えていないのか。これは重度の寝ぼけよ。こたびの出張やはり過酷だったと見える。うむ、ここはより静かな、そして親密な空間で語り合うべきだな。体を休めるためのベッドと手を重ね合うためのベッドのある空間、つまりそなたと世のマイルームというやつだ。どうだ、これが世とそなたのマイルームだ。急増なのでな、物が少ないのは許すがよい。今はとにかく休息だ。これからに備えて眠るとしよう。あるいはまだ他に気になる点があるのなら気持ちの赴くままに尋ねてほしい。妙も眠いが寝物語として付き合おう。では、世が語り聞かせよう。世と奏者のこのムーンセルにおける情熱と大勝利の物語をな。そなたは勝ったのだ。ムーンセル中枢に到達し最強であることを証明し聖杯を得た。